タジオに集まって一斉に音を出す。そこから全てが始まるっていう感じですね。ここではきっといい音楽ができるのよっていう自分の中での伝説みたいなのが。本当に大事な時期のアルバムたちですね。物量もクオリティも。当時口癖のように僕音響に住んでるってよく言ってました。東京に音響スタジオは残ってる。本当に贅沢なことなんですこれは。またここから新しいものを生み出していく。やっぱりそれがやっぱり歴史だと思うんですよ。いやーかっこいいなこれ。音響ハウスってとこでやってみたいっていうのは昔からずっとあったんですよね。いい音に出会いたくてこれをやってるのかなって。体で体感できるそういう音音楽。僕にとってアビーロードのビストよりもこの音響のミスターの方がいろんな意味を持つスタジオなんです。